サメサメチャンネル。どうもサメサメチャンネルのサメサメとサメカカです。いつもご覧いただきありがとうございます。これからカブトムシの幼虫画像が続きますので、苦手な方はご遠慮ください。前回のツチガイが10月3日だったのですが、サメサメがどうしても幼虫の様子を見たいとのことで、ちょっと早いのですがツチガイをしていきたいと思います。2週間後、外から見ても結構大きくなった気がします。この黒いのが幼虫のうんちです。いっぱいになってきたら土替えしてあげるのが良いそう。カブトムシ幼虫飼育用の土のパッケージには全部一気に破壊ないようにと書いてありました。やっぱり大きく育ってる。ちょっと怖いけど手に乗っけてみます。うにょうにょ動くのでくすぐったいらしい。変えたので虫かごに戻していきます。コロン。あれ動かない。大丈夫かな。よかった。ちゃんと潜っていくみたい。無事に潜っていきました。2匹目。危な、端っこにいすぎて潰されそうだった。3倍速。無事に大きく育ってるみたいだね。今シーズンは10個ほど卵が確認できて、しっかり育っているのが3匹でした。今のところしっかり育っていてよかった、よかった。ラスト3匹目。この子は他の2匹に比べてちょっと小さめ。確か最後に生まれた子だと思います。元気いっぱいだからよかったね。引き続き成長記録アップしていきますので、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。今日はこの辺りで。またね。